大阪城公園は大阪府大阪市中央区大阪城にある都市公園である。大阪城特別支援土地に所在する広大な歴史公園である。本丸にそびえる大阪城天守閣は展望台と歴史博物館を兼ねた施設として有料公開されており、最上階からは遠く生駒山から大阪湾、大阪平野を見渡すことができる。外閣東部には 大阪城ホール、多目的グラウンドである太陽の広場、軟式野球場、野外音楽堂なども設けられており、日曜日の昼には、複数のアマチュアバンドによる演奏が行われる。公園内には、樹木が多く植えられ、二の丸一の上車の梅林、北外極林の登園、西の丸庭園の桜など、花見シーズンには梅、桃、桜の名所となっている。また、杉山地区は、 森林公園となっており、外堀の水辺に集まる野鳥を眺めて、家族連れがエコー姿も見られ、都会のオアシスとして市民から愛されている。日本国外からの観光客も多い。日本桜名所百選に選定されている。1924年、都市計画学者でもあった館一代七代、大阪市長の下、と、追手口の正面に開園した大手前公園を前身としている。 その後石市長は公園の整備を進め、1931年11月7日の天守再建と同時に本丸を含む大阪城公園となった。当初はわずか9.6ヘクタールで、木内の大部分は大日本帝国陸軍第4師団の用地だった。また、杉山地区は大阪砲兵交渉の中核施設が置かれていたため、第二次世界大戦中に、 米軍から集中的な爆撃を受けており、現在でもこの周辺で土木工事を行うと不発弾が発見されることがある。豊か国神社はかつて中野島に鎮座していたが、1961年に二の丸南車へ先座された。公園内移動交通システムコース1、森の宮駅、上テラス大阪インフォメーション前から駐車場を前引く、極楽橋報告神社前コースに、 森の宮駅、極楽京報告神社前報告神社前引く、桜門大手門馬場町。ありがとうございます。